膝を抱えてこのように起き上がれないそこのあなた、あなたのお腹の脂肪は取れにくいです。こんにちは、井上です。今日はお腹の脂肪を撃退していく、そんなエクササイズをご紹介したいんですが、まず皆さん一緒にこれやってもらいたいんですけど、膝を抱えてこうやって寝転がります。このままこうやって起き上がれるかどうか、これ勢いつけてふーって起き上がれれば、まあまあギリギリ OK でも、勢いつけてもこうやって起き上がれない、えいって起き上がれない人結構いらっしゃると思うんで、これ完全お腹の筋力がないんですけど、反り腰が原因で起き上がれない人もいるんですよ。そもそも骨盤の形、腰椎の形が反っちゃってて、お腹に力が入れづらい状態、そういう形になっちゃってる場合があるので、その場合だとお腹の脂肪がめちゃめちゃつきやすくなっちゃうんで、今回は骨盤をしっかり立たせて、腹斜筋、腹直筋などお腹前の筋肉をしっかりとエクササイズして、この反り腰をしっかり直してお腹の脂肪を撃退できる、そんな方法をご紹介するんで、皆さん今から一緒にやりましょう。それではまず最初に四つん這いになって、膝を肩幅ぐらいに開いて、手も肩幅で四つん這いになって、腰をこう反る、でお腹をおへそを見る、腰を反る、おへそを見る、この動きを40秒間一緒に行います。よーい、スタート。おへそを見て反って、おへそを見て反って、すごい、これはもうお腹と背筋全体的にいいエクササイズになりますから、なりますから、なりますからなりますから、猫みたいですね。え、猫みたいですね。そうです、まるでこう目標になったかのように、皆さんやっぱ目標が一番のね、皆さんの理想のあれですからね。しなやかボディですもんね。そうですね、しなやかな体になりたい、僕も。はい、40秒経ちました。 OK。 そして次はですね、足を片方伸ばして片方はあぐらをかく、このまま前にグッとつま先をつかむ、足首をつかむか、つま先をつかんでよか、足裏をつかむか、これでももの裏を伸ばしていきます。30秒間一緒に伸ばします。よーい、スタート。これはですね、骨盤が前傾して、反り腰の人は骨盤が前傾しちゃってるんで、ハムストリングスのストレッチをすると骨盤が立ちやすくなるんで、これでしっかりとハムを伸ばす、グッと伸ばす、つま先をつかむ、足裏をつかむ、硬い人はもう膝くらいに手をついて、ハムが伸びればバッチリです、もう伸ばすだけ。はい、30秒経ちました。ただ今度逆足をやって、伸ばす、これも30秒間伸ばします。よーい、スタート。やっぱりこっちの方が硬いな、あれだな、硬いな、硬いですね、硬い、これはもうね、あれだね、硬い、ね、そうですね、硬いですね、硬くりだね、硬くりですよ、もう未来が見えてきましたね。知ってる、わかりますよ。はい、しっかり呼吸を整えながらね、ふーっと頑張ってハムを伸ばす。はい、30秒経ちました。 OK。 今度はちょっとね、お尻に負担がかかるので、床が硬い人はタオルとかクッションとかお尻に引いてやるといいです。で、後ろにこうやって手をついて、こうやって膝をこう近づける運動をしたいんですけど、膝と足を離さないでこうやって近づける、これをね、30秒間で2セットやりたいんで、まず最初の30秒間ついていってください。いきます、よーい、スタート。グッと膝を近づける。きついかも、きついかもしれない。頑張って。これね、膝と足を近づ、離さないことでお腹だけじゃなくて内転筋にも効くんで、ポイッと頑張って近づけて頑張る。よしよし、いい感じ。ヘイヘイ、シャフン。はい、30秒経ちました。 OK。 ちょっと休憩しましょうか。やっぱあれだね、お腹もそうだけど、今ももの内側がいい感じで来てます。皆さんも来てますか、ももの内側、ももの内側とお腹目、いい感じで疲れてますね。いいですね。しゃあ、次行きましょうか。じゃあ2セット目、はい、よーい、スタート。近づける、ほいって、へいって、へい、
はい、こんな感じ。これはもう10秒しかできない人は10秒でやめてください。きつい人はなかなかね、きついかもしれない。ハードワークですね。そうですね。でもほら、なんつうの、膝近づけてるだけだからね。ほいほいって、へいへい、頑張って、もうちょい、ほら、いけるよ。はい、30秒経ちました。よっしゃー、すごい、さすが、皆さんすごい、よくできましたね。さあ、今度は足を片方開いて、もう片方はあぐらをかいて、このままずっと横に倒す。ここが伸びるんで、これを30秒間伸ばします。よーい、スタート。ぐっと伸ばす、ふーっと、こっちでこう、ピーンってピーンって伸ばす。ここが伸びます。しっかりと手をピーンってこう、ここを伸ばしながらここを伸ばすっていう、こんな感じ。ふーっと息を吐きながら、ほい、しっかりと伸びて伸びて伸ばしまくって、ふー。はい、30秒経ちました。ちょっと笑っちゃった。笑わないでください。ふー、ふーがもう今度逆、こっちを伸ばして、ぐっと脇腹を伸ばしながら伸ばします。よーい、スタート。はい、ぐっと、はい、しっかりと手をね、肘を伸ばしてると、ここも伸びて内ももも伸びます。これは呼吸が大事です。皆さん笑わず呼吸を大事にやりましょう。笑ったら負けですよ。笑ったら負け、笑ったら負け。はい、30秒経ちました。 OK、 よし。したら今度は上向きでこうやってね、転がります。ここ90度に曲げて、手を前へ習いの状態にします。で、右足を伸ばしたら、左手を上に上げる。で、足を組み替え、こうやってこうやって、これを30秒間今から一緒にいきます。いきます、よーい、スタート。えいと、えい、足を曲げて伸ばしてって、こうやって左右やいろんなアプローチ。へい、手はね、上と真正面、ショットショット、へい、ショット、へい、はい、頑張って。すごくいいね、これ。なかなか疲れるのか、これは。ほいほい、頑張ってください。もうちょっと、この綺麗な形をなるべく作って。はい、30秒経ちました。 OK、 休憩しましょうか。もう一セットやりたいんですけど、どうですかね。これ結構どうですかね。いい感じだと思うんですよ。手を動かして、足を動かすことで、もうね、お腹周りの筋肉はね、抜群に使えますからね。よし、いきますよ。さあ、2セット目いきます。はい、よーい、スタート。こうやって歩く、へいへいって、はいほい、こんな感じです。へい、足をしっかり伸ばす方も、はい、伸ばして伸ばして、こんな感じで、こんなできますかね。これ意外と不器用な人は苦手かな。僕やったけど苦手でした。なかなかね、不器用だからね。はいはい、皆さん、これができるようなね、金子みたいな不器用にならないように、ほい、器用になれば綺麗になる。ほい、はい、30秒経ちました。 OK、 シャー。したら最後はお腹を伸ばしたいんで、うつ伏せな状態になったら、手だけでこうやって上体を反らす。そうするとお腹が伸びるんで、最後これで休憩しながらリラックスしましょう。30秒間いきます。よーい、スタート。お腹を伸ばす。やっぱね、お腹をたくさん収縮させたんで、最後はこう伸ばしてあげて、しっかりといい感じなエクササイズになります。いいです。もう毎日こんな運動ばっかりして、皆さん大丈夫ですか。本当によく頑張ってますね。僕も自分で毎日これやってますけど、よく頑張ってなって自分でも思います。はい、30秒経ちました。よっしゃ、皆さんお疲れ様でした。これで皆さん、起き上がれなかった動作、最初の動作一緒にやってみましょう。トライしてみましょう。膝をこう抱えた状態で、ぐっとパッと起き上がる、できますか。できた、すごい。やっぱりね、夏になってきて T シャツ薄着になってくるとね、疲
少しお腹が出てるだけでめっちゃお腹が出てるような感覚にねなります。僕も太ってた時そうだった。お腹が気になるとね、人の目が気になって、なんか自分がだんだん自信がなくなる、なんかそんな経験もね、なきにしもあらず、こんなんじゃね、いい夏を過ごせないかもしれないので、ぜひ自信満々になれるように、しっかり今日からエクササイズして、自信を取り戻して、いつまでも綺麗なあなたでいてください。このようにアピュランス TV では、今世の綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、その方々が増えてほしいって思いの動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。